藤遥小学6年生独特のハスキーボイスとエッグでの経験を武器にここまで勝ち進んできました。続いてはハロプロエッグでステージ経験もある工藤。君を知って愛を知って今になって信じて夢を持って飛び立つから。急により活動してる時間は私の方が長いのに、そういうとこ先生に注意されててどうするのって思って、1年半もエッグとして活動してたんだからしっかりしなきゃいけなかったんじゃないかなと思って。工藤遥、あなたは第10期モーニング娘。に合格しました。おめでとう。全然時間なくて、なんかまだよく分かってないんですけど、どん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 いろんな人に追いついて頑張っていきたいと思います。10期メンバー、そして4人目は工藤遥香。出身の工藤遥香、小学6年生の11歳です。このハスキーな声でソロパートをたくさんいただきたいと思います。よろしくお願いします。対照的にエッグ出身の工藤は写真撮影もすでにお手の物。ありがとうございました。一人ぼっちで少し
優しい夜の匂い。
2017年12月11日、モーニング娘。17 10期メンバー工藤遥香、もう少し帰りたくない、ドライブしよう、じゃあコンビニ寄る、皆さん本当にありがとうございました。モーニング娘。というグループは離れますが、これからもずっと仲間だと思っていますので、これからも何卒よろしくお願いします。